ハインリヒ・ハラーは、オーストリアの登山家、写真家、幼少のダライ・ラマ14世と交流を持つ数少ない人物であった。1912年7月6日、オーストリア・ハンガリー帝国のケルンテンにて生を受けた。東隣のシュタイヤー・マルク州にあるグラーツ大学にて地理学を専攻し、1938年にフリッツ・カスパレク及びドイツ人隊のメンバーと共に、 アイガー北壁の初登頂に成功。この功績により、ドイツのナンガパルバット遠征隊への参加が認められ、ヒマラヤへと赴くこととなった。1939年、ナンガパルバットの新しい登頂ルートを見つけた遠征隊は、イギリス領インド帝国のカラチで、ヨーロッパへの帰還のために船を待っていた。しかし、第二次世界大戦の勃発で、 敵大国の国民として公禁されることとなり、ムンバイの抑留所で抑留された。その後、ヒマラヤに近いデラドゥンに移されたハラーは、そこで脱走に成功しねらん、三直ら峠を越え、チベットへ逃れる。映画、セブン・イヤーズ・イン・チベットで、ハラーのチベットでの滞在が描かれている。ナチ党員、ナチス親衛隊員でもあり、ドイツによるオーストリア併合も支持。 アドルフ・ヒトラー個人にも好意的な内容の手紙を送っていたが、戦後は不問にされている。ただし、以上の経歴が、サイモン・ビーゼンタールによって暴露され、上記映画上映の際には、ユダヤ系団体から映画の内容に対する批判、上映ボイコット騒動があった。ありがとうございます。